中国の SNS に、ステルス戦闘機 J35 の実物大モックアップの映像が投稿され、西側諸国で大注目との情報をキャッチしました。今回は、この中国最新鋭戦闘機 J35 ステルス戦闘機が遼寧に、艦載モックアップで、やっぱり、撃沈について詳しく見ていきますね。最近、空母遼寧の動きがなく3頭ばかりが、任務に、今の中国には、経費がかかる遼寧は動かせないよね。中国国内は、大パニックなんてことも聞きますよね。最近の領海金が気になります。魚食べてなかったよね。最後まで見てくださいね。2024年2月に入り、中国国内の SNS 上に同国が開発中と伝えられてきたステルス戦闘機 J35 の実物大のモックアップとおぼしき映像が投稿される事態が発生。西側諸国側にもこれが拡散されて注目を集めることとなっている。これまでも J35 戦闘機に関しては、そのベースである J31 戦闘機とともに中国で捉えられた映像が流出していたが、今回のケースが、今までと大きく異なる点は、同機が、実際の航空母艦の飛行甲板上に置かれている点だ。ご存知のように、中国海軍は、2012年に就役させた初の航空母艦、遼寧、2019年に就役させた2隻目の山東、そして、2022年6月に進水を終え、今年2024年中に就役が見込まれる、福建という3隻の航空母艦を保有している。この中で、最初の遼寧は、旧ソ連崩壊後に建造中であったバリャーグをウクライナ経由で、使用用途を偽って入手したものを、再度航空母艦としてレストアしたもので、中国海軍初の同艦艇とした経緯がある。遼寧は、そうした経緯や中国側の航空母艦建造や運用に伴うノウハウの習得に活用されたとの見方が多く、強敵には、練習用の航空母艦という位置づけになるものと、日本をはじめとする周辺国は見さしている。続く山東は、早速、この遼寧での経験とノウハウを活かし、中国初となる国産の航空母艦として建造されたもので、両艦は、共に、初艦には、艦首部のスキージャンプを使用するストーバー方式を用いる形式が採用されている。ストーバー方式とは、ショートテイクオフバットアレステッドリカバリーの略で、日本語では、短距離離陸高速着陸の形態の航空母艦を指し、艦首のスキージャンプを使用して、発艦、アレスティングワイヤーを使用して着陸する形式のことだ。このストーバー方式は、アメリカ海軍の大型の原子力航空母艦等のように、艦載機の発艦に、技術的問題からカタパルトを実用化できない国々において多用されており、旧ソ連、現ロシアやインドなどの航空母艦もこれに該当する。中国でも前述したように、遼寧、山東と、このストーバー方式を用いる航空母艦を運用してきたが、アメリカ海軍等の採用するキャタバー方式の航空母艦に比して、艦載機の兵装や燃料搭載量が制限されるという根源的なデメリットを抱えている。キャタバー方式とは、カタパルトアシステッドテイクオフバットアレステッドリカバリーの略で、カタパルトを使用し、物理的、強制的に艦載機を加速させて射出させる仕組みであるため、それらの機体は、兵装や燃料を満載した状態でも発艦が可能である。こうしたストーバー方式とキャタバー方式という艦載機の運用方法が著しく異なる状態は、言うまでもなく、後者の方が、同数の艦載機を発艦させた場合でも、攻撃力、移動距離ともに大きく上回ることを意味し、カタパルトさえ実用化できれば、前者を選択する利点は、なきに等しい。これは、中国海軍も、十二分に認識をしている課題であったため、2022年6月に、進水を果たした同海軍として、3隻目、国産として、2隻目の航空母艦、福建においては、何と、一気に、電磁式のカタパルトを装備した艦となることを喧伝している。福建には、3機の電磁式カタパルトを装備すると中国側は発表しているが、同方式は、アメリカ海軍でさえ、2024年の時点で、最新鋭のジェラルド・R・フォード級1隻にしか採用させれておらず、
その実用化には、疑義の声も聞こえている。アメリカ海軍では、主力の10隻を保有、運用するミニッツ級では、カタパルトの動力には蒸気式が使用されており、電磁式は、飛躍的に、その能力を向上させるとは言われながら、2017年に就役したジェラルド・ R ・フォードでもトラブルが多発した経緯があった。ようやく、ジェラルド・ R ・フォードは、その後、5年ほどをかけて、運用が可能な状態に至ったとされているが、これまでも、現行のミニッツ級航空母艦以前から、キャタバー方式を長年にわたって稼働させてきたアメリカ海軍ですらそうした問題が生じたわけだ。このため、中国海軍の福建が装備するという電磁式カタパルトの運用が果たして、そう、すぐに軌道に乗るのか否かについては、西側諸国からすれば、懐疑的な意見が多く、今年2024年に、その進捗を、いかに中国海軍が公表するのかには、耳目が集まっている。そもそも、論で言えば、中国海軍の福建は通常動力型の航空母艦であり、アメリカ海軍の航空母艦のように原子力推進型ではないため、電磁式カタパルトを無理なく稼働させられるほどの安定した電力供給が可能なのか、という根本的な部分も課題とめされている。軍事兵器に限らず、様々な工業製品において、他国の魔法品を、時にはあからさまなデッドコピーとして、自国のものとして生産してきた中国だけに、電磁式カタパルトさえも、その手法で実際に稼働させられるのかは、非常に興味深い話題になるだろう。さて、中国海軍の航空母艦について、最新鋭の福建の電磁カタパルトの件を述べてきたが、冒頭で述べた、ステルス戦闘機 J35 の実物大のモックアップの件に話を戻して、これが何を意味しているのかについて考えてみたい。そもそも、ステルス戦闘機 J35 とは、一体、いかなる機体なのかという部分から、改めて説明していくと、同機は、中国の航空機製造企業である中国信用引き工業集団が、自社の資金で開発を進めた FC31 の航空母艦艦載機バージョンと言われている。中国初のいわゆる第5世代戦闘機として著名なものは、2011年に初飛行後、2017年より、同国空軍に実戦配備が開始されている J20 だと思われるが、同機は中国航空工業集団工士が開発し、正式採用後、すでに200機以上が納入されていると考えられている。中国空軍が正式採用した戦闘機に付与されるのが、このアルファベットの J から始まる機体名であり、中国信用引き工業集団が自社の資金で開発を進めた FC31 は、中国による正式な採用はされなかったため、その本来は、その記号で呼ばれることはない機体だ。しかし、一部では FC31 を J31 だと紹介する説が増加し、中国軍に正式採用されてはいないものの、いつしか FC31 は、中国で2番目のいわゆる第5世代戦闘機であるとして J31 という呼称が定着したという変則的な経緯をたどっている。 FC31 もしくは J31 は中国初のいわゆる第5世代機とされ、同国空軍にも正式採用された J20 と異なり、デザイン的には同機と方向を隠にし、どちらかといえばアメリカの単発の F3 ゴライトニング2を総発化したような機体となっている。この FC31 もしくは J31 は製造元の中国信用引き工業集団が有する滑走路に駐機している状態の画像が2012年頃からインターネット上に登場、その存在が知られることになったが、2014年頃まではあくまで海外輸出に向けた機体だと説明されていた。ただし FC31 もしくは J31 に艦上戦闘機のバージョンが存在すること、2020年には中国メディアの環球時報が現行の艦上戦闘機である J15 を代替する存在として同機を報じたことから、一気に既成事実化が進み認知されたといえる。翌2021年になると、武漢にある陸上の航空母艦の飛行甲板を模した実験施設において FC31 の艦載機バージョンとおぼしき実物大のモックアップが置かれていることが判明、一気にJ31 として航空母艦艦載機となるとの認識が現実味を帯びた。
今回、遼寧の飛行甲板上に置かれていることが画像で確認されたものも、この時の実物大のモックアップに酷似しているように思えるが、実際の稼働を行えないこうしたものを、何の目的で中国海軍が活用しているのかは判然とはしていない。最新鋭の電磁カタパルトを装備した復権に至るまで、急速にその戦力を拡充しています。これにより、J35 のような新型機の導入は、より高度な作戦能力と戦術の多様化を可能にし、中国海軍の戦略的なプレゼンスを大幅に強化することが見込まれます。